ノースカロライナ州立法府。ノースカロライナ州立法府は、アメリカ合衆国ノースカロライナ州の州トローリーに立地する同衆議会の議場。1963年に落成し、それまでノースカロライナ州会議事堂にあった衆議会の議場が移転された。立法府の庁舎は、州会議事堂の一ブロック北に立っている。庁舎の建設には、 建物と内外装を合わせて55億ドルの費用を用した。これはノースカロライナ州民一人当たり1ドル24セントということであった。約6.7メートルの幅を有する赤絨短時期の階段は正面玄関から3階にある上下両院の傍聴席まで続いている。屋上や四隅には小さな庭園が作られている。 上下両院の本会議場の入り口に設置されている両開きの扉は真鍮製で、その重さは約 770kg である。ロタンダには直径約3.6メートル、重さ約 340kg の真鍮製のシャンデリアが付けられている。本会議場及びメイン階段にも真鍮製のシャンデリアが付けられており、こちらは直径約2.4メートル、 重さ約 190.5kg である。チューリップフは週7日一般公開されており、見学ツアーもある。ありがとうございます。